生放送でやってるじゃないですか、はい、で、あのまだ高田さんが出てらっしゃる時に、はいはい、電子辞書やったかな、うん、なんかで、あーって打ち込むといろんなワードが出るみたいな、うん、そこに雨上がり消したって出たんですよ、うん、ね、ほんで、あの高田さん以外の人は、あー、あ、こうやってすぐ出るんですよって、うん、なんだこれはものすごいあのディスられたんですよ。僕たまたま生放送見てて、うわ、俺ら名前出たと思って、なんだこれはって、いや、お笑い芸人で知らないよそんなのって生放送見ててそんな言い方ないやろと思ってショックだった、ショックだったんですよ。でもこんなこと言ってたら繋がって、もしかすると仕事になるかもしれないってことだね。俺1回出させてもらったんだよ。あ、そうなんですか。2回目なかった。じゃあ嫌われてたのね、仕事だね。